ということで、まずスタントハイウォール。ほう、欲張りなのは伝わった。バイクか。バイクだったらね、大丈夫、浮かでもいける。失礼な。多分なんですかその、なんか下手くその象徴みたいな言い方。そう言ってんだよ。さてと、あーすげえ選べる。どうしようかな、私も。あーどうしようかな、なんかかっこいいのがいいな。私はもうここ勝ちに行ってもしょうがねえけど、まあこいつでいいや。いつも通り。カラーとか変えられるんだ。変わってねえな。あ、こうやって変えるのか。なるほどなるほど。あ、やばい、時間がない。オッケー。間に合った。間に合ってねえ。おい。なんか変なクソになってる。あのクソは勝手にその辺変わるからね。なるほど。まあ私は今回は本気で走るつもりないから、あの二人頑張ってね。まあじゃあここはね、行きますよ。行けー、いやー、思いっきりニースタンドなんですが、それはやべえ。これどうやってやるんだこれ最初。おおー、ちょっと待って。スタンドレースだって言ってじゃないか。危ない危ない危ない。ういわ、これ怖いぞ、これ急に何か来たら。まあ、急に何か、まあ、来るわな、ここ来ますか。よいしょ。なんだこれなんだこれ、あう。アイテムかと思ったー。アイテムマリカーじゃねえぞ、いわゆるマリカー的なやつかと思った。だってハテナとビックリマークの違いでしょ、同じようなもんですよ。やばあんなでけえアイテムがあるか。なんか動いてるから、あ、これもらっちゃうんじゃねえと思ったらガツって引っかかるっていう。違うわ、あ、これもう価値格だわみたいな。おー、すごい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 、よいしょー。今の褒めてみんな。いやー、あ、ちょ、これは無理だ。よいしょ。今僕縦回転したんですよ。おお、縦回転、そこら普通じゃん。普通な気がするんですが、それは。いや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 、これはね、なかなかこう人には、なんだこれ、ちょっと待って、グオッ、やばいやばい、マジかマジかマジか、うおー、うわ、すげえ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 、間に合うか間に合うか、危ない、よし、何してんのあいつ。え、何これ、どこいんのこれ、こっちこっち、お前上通ってんじゃねえよ。上通ってんじゃねえかよ。いや、まさか上に飛ぶとは。あいやー、それはさすがにすごいだけど、危ない危ない、グオッ、よいしょ。あの、すいません、事故ったのが一人いるんですが。おわ、事故りが、あの、事故が一名いるんですが、それは。これ難しいな。どのタイミングでなんかくるっと回ればいいかっていうのがなかなかつかめないというか。うかくん、このレースくるって回るのがメインじゃねえから。そんな余っててくれてたんですね。だっていつまでも来ないんだもん。すみません。よし、行きますよ。じゃあ、ここからもう、ここからガチの勝負で。あ、うん、待ってもらってあれですけど。おるやった、あー違う、危ない、危なっかしい、はあ。あ、これはアイテムじゃない、これはこっちくんのアイテム、危ない危ない危ない。あー、なんだこれ、なんとかギリギリですよ。ダーク、やばいやばいやばい、左右に振られまくってる。よいしょ、さあ来い、見てろこの俺の一発を。ちょっと危ない、まずい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 、よいしょ、立て直した。現在トップとのタイム差4秒。ヒヤーイ。もうちょっとゆっくりめに走った方がいいですかね。え。え、いやいや、全然もうがっつりいっちゃっていいですよ。もう僕これからだって抜かしますもん。そんなこと言うなら私も本気でいこうか。任せてくださいよ、この僕の実力を見ようや。ふぅー、もう一度、うかくんの許しが出たので私も。あー、抜かれてる。早っ早っ、ちょっと待って、オーグなんですけど。やだ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 、せい、あ、まずい、ダメだ、間違えた、だっかお前さ。最後俺、華麗なゴールを決めてみせる。いや、多分そこの位置だと届かない気がする。届け、こ
こわっ無理だこれ無理だ無理だ無理だ、普通にゴールしよう。お前さ、もうケツなのは分かったから、もう早くゴールしよう。もうあ、間違え、違う違う、危なかった今、危なかった今。 お前ういよいしょい、ひどいなこれあいっすよ。あーどうも。ちょっとゴールしなかったの二人？してないよ。うわあ、なんて、なんていう接待それは君が、だって君がさ、ランクポイントとか稼ぎたいって言うから。そりゃまあそうですけど、なんか申し訳ない。それにね、レースで1位になっとけば車のね、やつとか解放できるからね、あなたいいじゃないの。あ、そっか、ね、小村さん的にはそうか、チューニングを早くしてほしいんですね。だって私もする必要性ないもん。わかりました。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。